マリサ、大変よ。びっくりなのよ。どうしたんだ？二人して慌てて。だって、高血圧の基準が変わったってよじゃない。これまでの基準はどうなっちゃうの？そうだな、この4月から健康診断における、高血圧の受診勧告基準血圧が変わったんだよ。どういうこと？これまでは健康診断で血圧が最高血圧140以上、最低血圧90以上で受診が進められていたんだけど、4月からは最高血圧160以上、最低血圧100以上に変わったんだ。最高血圧は20も引き上げられたのね。これにより、血圧で受診勧告を受ける人数が10分の1になると言われているぜ。え？そうなの？もちろん合併症リスクの話で言えば、従来の基準が正しいけれど、糖尿病やメタボリックシンドローム、高脂血症等のリスクがない。本体性高血圧のみの高齢者はむしろ、ある程度血圧が高い方が、生活自立度が高く、転倒リスクが少ないというデータがあるんだ。転んじゃって、大腿骨骨折なんてなったらそれこそ、寝たきりになる可能性があるものね。うちのおじいちゃんも、今は最高血圧150くらいだけど、高圧剤は飲んでないよ。あ、ヨウムお帰り。ヨウムはどこに行っていたの？おじいちゃんに薬を届けに。昔は年齢プラス90が基準値と言われていた頃もあるんだ。陽気さんの年齢プラス90だったらすごいのね。それはびっくりだな。確か血圧って、年を取ると高くなってくるんだよね。加齢により血管そのものの弾力が失われていくから、末梢隅々まで血液を送り届けるためには、必然的に高い血圧が必要になるんだ。生理現象ってわけね。今回受診を進める基準が変わったのは、そういうこともあったのかもね。確か脳出血の症例数自体も減ってるのよね。血圧管理や減塩の重要性が周知されるようになったからな。今回変わったのはいろんな背景があったんだろうね。だからといって、160まで合併症のリスクがないと証明されたわけではないから、やはり140を超えるようになったら、血圧管理を意識してほしいのぜ。わかったわ。ところでマリサ、その血圧って体の中でどんな風に調節されているのかしら？それによって、高圧薬の作用点もいくつかあるよね。どうなのかしら？それじゃあ生体内での血圧の調節と、高圧薬の作用点について解説しような。まず、血圧なのだけれど、心拍出量と末梢血管抵抗によって決まるんだ。それはつまり、心臓の拍動の回数が多くなると血圧は高くなって、拍動数が少なくなると減るということよね。そして、1回に心臓が送り出す血液の量が多くなると血圧は高くなって、それが減ると低くなるってことだよね。末梢血管抵抗っていうのは、血管の硬さのこと？そうだな。血管が広くて柔らかければ、血圧は低くなるし、狭くて硬くなっている、動脈硬化を起こしている場合なんかは高くなるわけね。それならドロドロした血液の場合は、送るのに力がかかりそうだから、血圧が上がりそうだけど。それはあるな。循環血液量が増えても血圧って上がらなかったかしら？塩分取りすぎのパターンね。それは心拍出量、心拍数ともに増やすし、末梢血管抵抗も上げるものな。そして、これまで上げてきた作用には、自律神経系が深く関わっているんだ。交感神経と副交感神経ね。そのバランスによって影響を受けるのね。交感神経の興奮時は、血管を収縮させ、心拍数、心収縮力を上げるから血圧は上昇し、副交感神経が興奮するときは、その逆だから血圧は下がるんだね。そしてこの調節には、頸動脈動と大動脈球の血管壁に存在する、圧受容器が大きく関わっているんだ。すごいのね。ねえマリサ、それじゃあ血圧はすべて自律神経によって調節されているのかしら？いや、自律神経による調節は、神経因子による調節と呼ばれていて、その他にホルモンなどによる、体液性因子による調節もあるのぜ。血圧を調節するホルモンがあるってことだね。特にレミンアンジオテンシンアルドステロン系と呼ばれている、肝臓と腎臓、副腎を介した経路が有名なんだ。ややこしいのね。全部理解する必要はないけれど、アンジオテンシン2とアルドステロンによって血圧が上がると覚えておいてくれな。他に血圧を上げるホルモンってあるのかしら？上げるホルモンとして抗利尿ホルモンのバソプレシン、下げるホルモンとしては女性ホルモンのエストロゲン、そしてさっきのレミンアンジオテンシンアルドステロン系に関わっているブラジキニンがあるのぜ。ブラジキニンはカリクレインキニン系と言われるのぜ。血圧を下げる方に働く経路なんだね。他に秘密の系があったりして、実は最近注目されている物質があるんだ。それは何なの？血管を和らげて広げることで血圧を下げる気体成分として、一酸化窒素があるんだ。一酸化窒素って、排気ガスのイメージがあるけれど。でも、狭心症の発作の時に、ニトロの舌下錠を使ったりするから、血管を広げる作用は知られていたのかしら？霊夢の言う通りなのぜ。血圧っていろんな仕組みで調節されているのね。生死に関わってくることがあるものね。それじゃあ次は、高圧薬の仕組みについて教えてくれるかしら？わかったのぜ。
これまでにいろんな血圧調節の仕組みを解説してきたけれど、今臨床で使われている高圧薬は、作用するところによって、いくつかの仲間に分けられるんだ。一つは自律神経系よね。自律神経系なのだけれど、特に交感神経の、α1、α2 と β1、β2 受容体に作用する薬を使うんだ。体液性の方はどうなの？主にレニンアンジオテンシンアルドステロン系に作用するものが使われているな。カルシウム拮抗薬っていうのもあるね。カルシウム拮抗薬は、臨床現場ではなくてはならない薬で、血管内にカルシウムイオンが入ることで血管が収縮することを抑える薬なんだ。確か今高圧薬としては一番使われているのよね。あと、利尿薬もあるね。血液中のナトリウムを捨てることで、体液量を減らすのぜ。おしっこにして体液を減らすのね。主な高圧薬の種類はこんなものかな？それぞれの仲間の詳しい作用については、次回以降説明するわ。今回はここまでなのね。それじゃあ、次回も、ゆっくりしていってね。だね。